深海の急ぎんちゃくの中、ゴミのポイする海を汚す人間どもを排除するため、海から陸へついに上陸した一匹の魚人。隠れるのはもうやめだ。俺を誰だと思っている。ファイティングにも違う。俺の名は足立区の大島駅に来てます。予定も何も決めずに来ちゃったんで、かなり暇です。まあ、にしても寺とかあるからね、観光スポット代わりにはなるんじゃないかと思うんすけど、はぁ、なんもないかな。てかなんだあいつ、あれなんだ、なんかいるな、変なの。ちょうどよかった、暇だったから。うわ、な飲んだぞあいつ。あれ誰のだよ。おい、これ誰かの飲んだぞ、おいすいません、これ何なんすか、何やってんすか。なんだよお前、何やってんすか。お前ヘズマリュウだろ。いや違う違う、メントスコーラお願いしますとかじゃないよ。いやいや、お前トスリン来たんだろ。いや違う違う、メントスコーラとかじゃない。なんでじゃ。これあれっすよね、ファイディングニモですよね。はニモですよね。ちげえよ、あんなクソピクサーと一緒にしてんじゃねえよ。あんなゆとり、あんなゆとり世代だな。なあ、俺はファイディングニモってよく言われるけど違う、ファイティングマモ。なんすかそれ、ファイティングマモ。お前ら人間が海をめっちゃ汚すから俺はもう怒ってんだよ。だったらもうこっちからよ、もうこそこそ隠れんじゃなくて、もうこっちからも攻めてもう陸制覇してやろうぜって話なんだよ。ほう、だから陸のな、そこら辺のなんか片っ端が強そうなやつをもうたくさんぶちのめして、俺ら魚が一番強いんだぞっていうことを証明してやろうと思ってんだよ。ほうほう、今からちょっとその道場破りしに行くから、お前ちょっと激しいとなるから離れてろ。ついてくんじゃねえぞ。大丈夫大丈夫、おい、ついていかないから。うん、ほんとほんとほんと大丈夫っす。なんだあいつ、マジなんだあいつ。どっちがヘズマだよこいつがヘズマなんじゃねえよ。なんか取ってるし、このままね追尾していきたいと思います。ちょうど暇だったからね、予定もなく来ちゃったもんなんで、いい土産話できましたよ。いい止まりだ。撮ってんだあいつ、自撮りまでしてんのか。
お前がマモか。陸上支配しに来たんだよ。いい度胸じゃねえか。なんだとこの野郎、お前話す時くらいサングラス取れやん。そんなお前隠れ熊の実の中でも常識だぞ。お前いいか、まずお前をぶっ倒してこの陸上の世界を魚で埋め尽くしてやるよ。あっ